ついに降臨されたか、世持つ狼イザナミゼロ様が。くれ黄泉の雷を解くと味わうがいい。大丈夫、おら、ねえアキラ、レン君にストライクリング渡してあげて、持ってるでしょ。俺一人で十分だ。そんなこと言ってる場合じゃないであるぞ。もう私行っちゃうよ。属性ということか。レンにリングを渡してやる。アキラだって本当はレン君を認め始めてるんでしょ。いつまでズンしてるである。出れないと死ぬであるぞ。あ、来るよ。渡したところでお前にできることなど知れているが、ダメージウォールの影響を受けないのはお前のフェンリル X だけだ。ディレタであるな。このタイミングでディレタであるな。いやサンキュー。行くぞ、雷霧。アキラやるじゃねえか。意外と。ストライクリング、お前になど渡すべきではなかった。あれ、あ、おお、黄泉の波動よ、敵をうがて。
リル X、 ありがとな。なんだこれ。何、重心玉。それを使えばフェンリル X を進化させられるね。フェンリル X、お前はもういい。ケイ、下がっていろ。ケイ、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 キングのケイ。ここでやってたモンストグランプリ第1回優勝者だよ。私も憧れていたんだけど、何してるんだろう。やつが黒幕か。人生の幸せも不幸せも恋の表と裏に過ぎない。ならばコインを投げ続けるだけだ。いつか表が出るまでな。ところで、なんかおかしくないであるか。どうしたの。バリアが消えてないであるぞ。何。くっちゃくっちゃくっちゃ。うんうんうん、なんかすごいであるな。んでくつろいでんだよ。こんな重力バリアありえない。薄くなってってるの。ポじゃねえ、本当にポじゃねえ。ドラゴン、オラ様、オラ様。これが終焉の始まりだ。こいつ知ってるぞ。3月には先行上映イベントも実施するぞ。詳細情報は YouTube のモンストアニメ公式チャンネルでお知らせするのである。お楽しみにな。